大丈夫か。大丈夫だよ、あの。こんばんは。今ちょっとあのご飯警戒で回りまして、はい、ちょっとこれどちらも2人ですか。そうです。袋の中にあの危ないものないかとかちょっと確認させてもらってもよろしいですか。車運転されてるってことなんで、はい、免許証の確認。どこの誰ですか。あ、お願いします。お願いしました。お願いします。免許でいいですか。あ、はい。はい、免許証は車の中に。お願いしました。ご協力お願いします。副車の2からですか。どっか123セットお願いします。ダッシュボード開けても大丈夫ですか。はい、どうぞ。大丈夫ですか。そうです。Pナンバー181862、町田市の地域に4係と処理水面北ガラリー男性確認は2件、並びに車両の信号を2件お願いします。送ります。車両へ。トランクも開けられます。はい、すいません。待ってください。運転席のドア閉めてもいいですか。上野の入り口。続いて2台目。
あの気になったら全然開けてもらって構わないんで。じゃあトランク広いっすよ。こんな広いんだ。一応なんか当時の考えでは、はい、トヨタさんの考えでは、はい、ゴルフバッグが4つ入る。4つも入る。なんかゆったり入る感じ。それでまあゴルフ行く方って手術ケースだったりちょっと荷物持ったりするじゃないですか。そうですね、はい、だからおじさんが4人でゴルフに行ける車みたいなトランクにしようっていうコンセプトがあったっぽいです。すごい。はい、今住所変更ってこれされてますか。です。あ、了解しました。あ、了解しました、はい。すいません、洗車が好きで。洗車グッズがちょっと調子悪いんですよ。そうそう。もともと寝る所在地があって、住宅もそうじゃない住宅もあるんですけど、地域はやっぱりあるんですけど、免許の現実だから多分一回控えたのかなと思いました。俺たまに食事食らうんですよ。セレションはちょっと目つけられやすいですよ。マジですか。警察かな、はい。そういうイメージなんですか。うん、イメージでしょうね。 あとまあやっぱ実績もあると思います、はい。実績があるからイメージになってるんですよね。もともとこの当時出てた時多分高級車ですごい結構ヤクザ関係の方とか乗ってたりした車なんで、やっぱそういうのでやっぱ昔からの名残じゃないですけど、はい、そういうイメージがやっぱり警察の中ではついてるんだと思います。私も別にその当時警察官やってたわけではないですけど、いやいや、でも一般の方とかも車種によって、うん、あ、これは可愛いよね、これはいかついよねっていうのを、うん、社会的なイメージとして存在するものってありますよね。ただまあやっぱだからといってまあ声かける、はい、まあ声かけるまあわけはないですけど、まあ、軽自動車でも別にそういう悪いものを持ってたりする車もありますし、はいはいはい、だから一概にセリショだからまあ、ちょっとはやっぱ警察あのこういう車とか古い高級セダンを好きな方にちょっとやんちゃな人って多そうですからね。ああ、そうですね、うん、犯罪を犯してなくても、はい、社会現象としての実績というか、うん、なんかそうですね、そういうことです、はい、でも僕そんなんだろうヤンキーっぽいのとかすごいあんま好きじゃなくて。あ、そうなんですね、はい、でもこの車のすごいなんか性能とか、そう、性能とかよくてチャイルドシートのせたと思うんですけど、乗ってます、うん、その家族に優しい、優しい、そうですね、お子様がいるんです。そんな速い車じゃないんで、あ、速さはそうではないですか。まあ普通に出るぐらいで、あのすごく優しい車なんですね。車内も広いですし、いいですよね、はい、今4歳の子供が1人、後ろの後部座席を1人で乗ってます最高だな。いや、でももうちょうど来年で20年ぐらいの前の車になります。こいつですよ。え、すごい現役の。本当ですか。24歳ですごいですよ。どういうつながりなんですか。そうなんですね、はい、すげえ。そうですよね、俺のトランク乗ってました、はい、すごいです。お前さんたちの方が全然すごいです。いやいや、それは違います。いや、全然すごいです。それは違います。勉強しないで、慣れるものだったりするから。いや、でもそれで言ったらなってるな。プロはすごいです。でも、そのライセンスだけゲットして、増えてない人もいっぱいいるような世界なんですよ。なんか、そういうスポーツとかもたくさんあるじゃないですか。まあ、本当一部の方たちだけで。そうなんですよ。なんか、はい、なんか、おのくろというか、ね、
教わる、そういう子多いんですか、教わりたいって。オリンピックの中心種目になったんですよ。ああ、はい、そうです。それで、なんかちょっと流行ってる感じがあります。ああ、確かに、確かに。メディアに出る機会が増えたんで。そうですね。そうか、スポーツ増えてきました。子供は本当すごく数が多くなってきました。いい傾向ですね、業界にとっては。道路交通法の確か条例かなんかでは、交通量の多いところではスケートボードしてはいけないっていうのがあるじゃないですか。渋谷とかじゃ検挙されちゃったりしてますか。あるんですね、うん、でもそういう風にならないためにぜひ町田市にもスケートボードパークをおまわりさんお願いします。はい、私そんな力はないので力はないですけど、部署が全然違う。でも俺たちがね、おまわりさんがなかったら完全無意識じゃない。いやー、まあ、本当にすいません。いえ、すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。